ダニエル系井上国際空港。ダニエル系井上国際空港。ダニエル系井上国際空港は、アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島のホノルル近郊にある国際空港。旧名称はホノルル国際空港であったが、2017年4月27日から正式名称がダニエル系井上国際空港となった。これは、 ハワイ州出身で日系アメリカ人初の連邦上院議員だったダニル系の上に由来する。命名に向けてはまた名であるイブキ詩人が後押ししたと報道されている。九百二十七年三月二十一日、ジョン・ロジャース空港、ジョン・ロージャーズエアポートとして開港した。九百四十七年五月二日、ホノルル国際空港、ホノルルインターナショナルエアポートへと名称が、 変更された。ハワイ州最大の都市であるホノルル、真珠湾の南東に位置するハワイ州最大の国際空港で、オアフ島のみならず、ハワイの空の玄関口である。アメリカとアジアを結ぶ太平洋航空路の結節点に位置することから、アメリカの航空会社が、アメリカ本土やアラスカ州、アメリカ領サモアなどとの間の定期便を運航するのみならず、日本や大韓民国、 フィジーやタヒチ、フィリピンやカナダ、オーストラリアやニュージーランドなどの環太平洋、地域各国の航空会社も多く乗り入れる、太平洋地域のハブ空港的存在である。また、オアフ島に隣接するハワイ諸島へのハブ空港にもなっている。24時間空港で日中夜間を問わず、発着数も多く、4つの主要な滑走路と水上飛行機用の滑走エリアを持ち、 海側にある 08R26 リットルリーフランウェイと呼ばれるは、かつてスペースシャトルの緊急着陸用滑走路に指定されていた。メインターミナル中心部を使用するビニー以外の国際線旅客の多くは、ターミナル到着後に到着ゲートからメインターミナルの入国審査場までウィキウィキバス、ウィキウィキバスと呼ばれる二両連結のバスによって移動する。 このバスは同空港のシンボル的存在となっている。しかし旧型のバスは車内に空調設備がない上、乗り換え時に空調のない屋外へ出なければいけないことや、段差があり、バリアフリー対応が難しいことから、新しく建設される連絡通路と動く歩道の完成後には全廃されることになった。2009年10月16日から、 ゲート26から34までのターミナル西のエバコンコースについて先行して工事が開始されたが、2009年末現在、動く歩道はごく一部しか設置されていないため、国際線が先日のゲートに到着した場合は、車椅子利用など、解除の必要なケースのみ2階から、ウィキウィキバスで移動。他の大半の利用者は3階の数百メートルある。通路のほぼ全区間を徒歩で移動すことが必要と、 なっている。なお、日本をはじめとした周辺諸国から団体ツアー客が多く訪れることもあり、メインターミナルの国際線旅客用出口には団体ツアー客向けの大型バスの駐車場に直結した団体客専用出口が用されている。隣接地にアメリカ合衆国空軍のヒッカム空軍基地があり、滑走路をホノルル国際空港と共有している。同基地は 太平洋の中心に位置することもあり、アメリカの世界戦略における重要拠点の一つある。旅客ターミナルは、米本路線と国際線が使用するメインターミナルは、ゲートによって、ダイヤモンドヘッドコンコース、ゲート6から11、セントラルコンコース、ゲート14から23、エヴァコンコース、ゲート26から34と分かれていて、各コンコースにないゲート12、13、 24、25はメインターミナルビルに直結されていて、ホノルル国際空港をハブ空港とするハワイアン航空など内路線が主に使用するインターアイランドターミナルゲート49から61、ハワイ諸島内の便が使用するコミューターターミナルゲート62から80の3つがある。2018年6月から搭乗口ゲート番号表記が変更になり、 コミューターターミナル跡地にハワイアン航空専用として新設予定のマウカコンコースゲート A1A12 は将来使用予定で未使用しインターアイランドターミナルゲート49から61がターミナル1でゲート A13A20 とゲート B1B5 メインターミナルはターミナル2でエヴァコンコースゲート26から34がゲート C1C9 セントラルコンコース ゲート14から23が、ゲート E1E10、ダイヤモンドヘッドコンコース、ゲート6から11が、ゲート G1G6、各コンコースにないゲート12、13、24、25が、それぞれゲート階に、階1、D1、D2 とは両振り変更された。2019年から、就航見込みの A382、対応可能なゲートを、 メインターミナルのエヴァコンコースのゲート 29C434C9 を整備運用予定。また、貨物機専用ターミナルは5カ所の貨物エリア内に航空会社所有と就所有の9つのターミナルビルが置かれている。なお、各ターミナルは出発カウンターや連絡通路などの空港内の公共スペースの多くがオープンエアとなっている。 日本ホノルル線を運航していたものの撤退した航空会社は多く、古くは英国海外航空の世界一周便の一部として、東京国際空港からの直行便が1970年代初頭まで運航されていたほか、タイのエアサイアムが運航していたこともある。また、開設当初から道路線のアメリカ側航空会社の主力であったパンアメリカン航空は1985年に 同社の経営状況悪化により、路線を揺ナいテ、航空に譲渡した。その後、1990年代には全日本空輸も名古屋空港と関西国際空港からの直行便を運航していたほか、日本エアシステムが成田国際空港との直行便を運航していた DC-10 から30による週2便がいずれも撤退した。また、 ユナイテッド航空、関西国際空港や、コンチネンタルミクロネシア、成田国際空港、途中部国際空港、ノースウエスト航空、名古屋空港、当時などの直行便も、相次いで運休となった。なお、過去には、ノースウエスト航空、運航開始当初は、ハワイアン航空名義及び JAL ウェイズによって、福岡空港との間にも、直行便が運航されていたが、 前者は1990年代後半に、後者は2005年10月5日をもって運休となった。また、日本航空グループは新千歳空港や仙台空港との間にも毎日定期便を運航していたほか、広島空港や新潟空港などの地方空港との間にも週に往復程度直行便を運航していたほか、機材の航続距離が短い時代には、 ロサンゼルス便やサンフランシスコ便をウェーキ島とホノルル経由で運航していた。その他、1935年にパンアメリカン航空がサンフランシスコホノルルマニラ・香港、サンフランシスコホノルルミッドウェイトウェイ・ク島、グアム・マニラに変更を結ぶ世界最初の太平洋断航空便をマーチン M130 チャイナ・クリッパー飛行艇で開設したものの、 第二次世界大戦の勃発により廃止された。なお、飛行艇による太平洋横断便はその後現在に至るまで運行されていい。また、エバー航空、台湾などもそれぞれの国から直行便を運航していたが、いずれも短い期間で運休となったほか、かつてカナディアン航空が運航し、その後同社を買収したエアカナダが路線を引き継ぎ、運航していた同社のホノルルシドニー便も、 運休となった。他の国の航空会社も、アメリカ本土路線を直行化させ、ホノルル撤収となった航空会社も少なくない。シンガポール航空、マレーシア航空がその例で、シンガポール香港ホノルルサンフランシスコ線を運行していたシンガポール航空は、DC-10 の30から747から200バイト、そして、 航続距離が長い747から4 0に、スケールアップし、直行が可能になったのを理由に、路線の再編により直行化されて撤退。クアラルンプール大北ホノルルロサンゼルス線を運行していたマレーシア航空も、やはり同じ理由で撤退となった。ジャカルタマニラホノルルロサンゼルス線を運行していたカルーダインドネシア航空は、アジア通過危機による理由などで、 北米線を廃止したのと、同時撤退。撤退ではないが、大韓航空の計001、002便、ソウル、新川東京、成田ロサンゼルスは、かつては、ホノルル機構を行っていた。1989年の747から400導入に伴う再編で直行化、機構中止となったが、2013年3月31日より、 同便の行き先をホノルルに変更し、ケレレイ1レ0レ2便が再度ホノルルに就航している。また、ホノルル国際空港とハワイ諸島各地を日本航空機製造 IS-11 で運航していたほか、ホノルル国際空港とアメリカ本土を結ぶ路線を運航していたミッドパシフィックエアが1988年に運航停止だ。また、 アロハ航空が2008年4月1日をもって運航停止、その数日後にはアメリカ西海岸複数都市とホノルルを結んでいた格安航空会社の ATA 航空が相次いで運航を休止、原油価格の高騰もあり、一時ハワイ諸島間、アメリカ本土との間の航空運賃が高騰する原因となった。ヨーロッパやアフリカ発着の便についてはほとんど運航実績がないが、 1970年代初頭まで、英国海外航空の世界一周便が東京とサンフランシスコ経由で乗り入れていた。また、週刊高速道路 H-1 号線を使い、タクシーで25から30分程度で、ホノルルのダウンタウンやワイキキに行くことができるほか、空港内には多くのレンタカー会社のオフィスが設置されており、多くの旅客が使用している。 ホノルルレールトランジットの空港駅が2025年以降の開業を目指し建設工事中である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。